石川よしみです。パン職人として30年今キャリアがあります。サクッとまとめると、まあ、パン屋さんのオーナーであり、あとパン職人であり、アーティストでもあります。仕事と私生活のバランスについてはですね、実は50歳まで仕事と私生活っていうのは一緒だったんですよ。その差はなかった。仕事イコール私生活だったし、私生活は仕事だったんですね。お休みが1日もありませんでしたし、本当に1週間7日働いてきましたし、だから仕事と私生活のこう境目っていうのは全くなかったんだけど、50歳目の前にした時に、あ、もう50になるんだ、人生50年って昔は言ったけど、ここで少しやはり私も生き方を変える必要があるんじゃないかなと思いました。で、そこで何をやったかっていうと、まず週末を作ろうと思って、もちろん仕事に出る日もあるんだけど、基本は家にいて、で、マルシェに行く。土曜日は必ずマルシェで買い物をすると。あとは30歳ぐらいから絵を描いてきたんですが、まあそれは本当に何だろう、自己流で描いてきたものをもっと磨きたいなというので、50歳からパリのアトリエに入りまして、基礎から勉強始めました。そうやってその50歳からそのプライベートと仕事のけじめというか、自分のマインドを分けるっていう、生活に切り替えたところですね。フランスと日本の子育ての違い、大きな子育ての違いは赤ちゃんの時すごく感じますね。なぜならば、やっぱり日本って、私4人子供がいますけど、3人は日本で育てたんですが、日本の子育てって結構お母さんべったりで、その寝る時も添い寝をしたりとか、でもう片時も離れないっていうのが日本の子育てで、私は上の3人は本当そうやって育てたんですよ。フランスはね、それ通用しないんですよ。子供は自立する、赤ちゃんでも自立させる。だからもう物心つく前に自分の部屋で寝る。でしかも泣いてもわめいても、もうおむつも綺麗でミルクも飲んでお腹いっぱいだったら、もう扉を閉めて諦めて寝るまで寝かせるんですね。でも子供はそれがだんだん慣れてくるわけですよ。もうこういうもんなんだって。だから一人で寝るようになるんですね。私は初めやっぱり日本で育てた子供たちとあまりにも違いがありすぎて、そう、ちょっと心が折れたというか、そういう時もあったけど、あ、そうじゃダメなんだなっていうのを知って、一番最後の4人目の娘はフランス流で育てました。でも私が感じたそのメリットは、なんだろうな、やっぱりフランスってすごく個人が大切なんですね。それはエゴとかわがままではなくて、そのママとしての女性じゃなくて、一人の人間ですとしての女性っていうことが非常に大切なんですよ。子供が一人で寝てる間に、ね、ご主人と、ね、二人でワインを飲んだりとか、ね、そういうふうに有意義に過ごす、一人の人間として有意義に過ごすっていうのを、私は4人目で初めて知って、もちろん日本の子育てだって素晴らしいけれども、このヨーロッパ風の子育ても、素晴らしいなと思います。アーティストとしての活動ですけれども、まあ、そもそもそのアーティストとして仕事にしようなんてさらさら思ってなかったんですね。思っていませんでした。本当にこれはもうあくまでも趣味で、自分の時間を使って旅行の時に絵を描いたりとか、時間がある時絵を描いたりとかっていうのをしてたんだけど、まあ、50歳からアトリエに入って本格的に技術を学び始めるんですけれども、この2年前3年前ぐらいからこう仕事になり始めた部分があって、例えばメゾンランドメンのインスタグラムだったりとか、ホームページだったりとか、いろんなパッケージデザインとか、マーケティングデザインは全て私がやっています。今はその外部の会社さんとかからロゴ制作の依頼だったりとか、そういったご依頼を結構いただくようになりまして、それははっきり言って仕事ですよね。仕事として行うようになりました。であとは三男がアーティストでギタリストなんだけど、彼のね、ロックバンド の CD ジャケットを描いたりとか、そういうこともやってますし、だから、なんだろうな、プライベートで絵を描くっていうことももちろんありますけど、今、個展の準備をしてるので、作品をたくさん描かなきゃいけないし、まあ言ったらそっち側がちょっとプライベートで絵を描いている、作品を貯めているっていうところと、あと片方では、そのお仕事としてのイラストですよね。結構ね、1週間の中で絵の
時間、絵を描かなければならない時間が最近こう週で2日ぐらいは必要になってきたなっていうところですね。はい、まずはその環境問題についてですが、実は私はすごく、まあ、ここ夫に感謝している部分なんですけれども、まあ、もともと私42歳でベジタリアンになりまして、まあ、そのきっかけはその健康のためとか、まあ、そういう感じだったんだけど、夫のロドルフがですね、すごく環境問題にこう敏感になり始めて、できれば、食物、いわゆるプラントベースの、食生活に切り替えないかと。で、私その時は子供もちっちゃかったし、それって無理なんじゃないのと。子供だと大きくならなきゃいけないし、プロテインも足りないよね。そのプラントベース全部で生きていけるとは思えないわと。で、私はそこから、まあ、いろんな本を読んだりとか、で、まあ、日本語の本も実はたくさん出てるんですね。私も、あの環境問題、あとはその動物の、まあ、虐待問題とかに、あの少しこう触れ始めたわけですよ。まあ、読んでいくうちに、私ふとあることに気づいたんですね。日本って精進料理があるよなって思ったんですよ。で、もともと日本の食文化ってプラントベースだよなってふと気づいたんですよ。その精進料理の成り立ちとかを少し見ることによって、例えばビタミンとか、あとはそのプロテインのバランスとかが日本の和食って取れてるってことに気づいたわけです。うちは職業柄やっぱりパンの生活だったので、まあ毎日家にパンがある状況ですから、和食に切り替えてみようって、まずは第一歩和食に切り替えようと思ったんですね。で、お豆腐とか豆とか、あとわかめとか海藻類ですよね。まあそういうものに切り替えていき、まあその中でいろんなことを学んでいくうちに、あ、実は足りてるんだなっていうことが分かりましたね。で、あのそこでまあ切り替えていくことになり、もう今は、もう7、8年あのプラントベース 100% の生活と、あとはどうしても外食したりするときにはなかなかやっぱり乳製品とか避けられなかったりするんだけど、仕方がない、今日はあの外食だからしょうがない食べようかとか、まあ、その辺を少し緩めにあの、まあ、考えるようにしているので、まあ、成り立っている感じですね。はい、もう一つ環境に関して、地球環境に関して、まあ、気をつけてることですけれども、あの、まあ、うちの、まあ、夫発信だったんだけど、そのプラスチック製品をなくす。で、今、まあ、世界で言われてるけど、なかなかできないじゃないですか。で、私は、まず、家のサナナポをやめたんです。あとは、その、まあ、うちのブランドで気をつけてることですが、今ね、世界で20何店舗、ね、30店舗ぐらい店舗がありますけれども、プラスチックを使わないと、一切使わないという働きをこの 4,5 年やってきて、今実際にメゾンランヌメルのフランスではプラスチックはありません。で、まあ、ここがね、日本ではすごく難しいことで、やはり日本のその食文化の特質的なものもあるんだけど、全部個包装してあったりとかするんですよね。それが私は日本に行くとすごくストレスになります。今はもうすでにね、そこを少しでもやはり個人レベルでいいですから、家庭で例えばラップを使わないとか、なんかそういう工夫を少しずつやっぱしていく必要は今の時代はあるんじゃないかなって私は思います。私はファッションに対するこだわりは割とこう T シャツにジャケットみたいなのが多いですし、あとは何だろうな、私パリにいる時は自転車移動なので基本スニーカーですね。スニーカー履いてるし、ジーンズが多いです。なぜならば、あの職業柄私はパン屋なので、そのやっぱ 粉まみれになっちゃうんですね。厨房行けば粉にまみれになるし、だから黒い服とか好きですけど、あんまり着てると真っ白になっちゃうとかっていうのもあるし、まあ、30年この仕事やってるので、もう必然的になんかジーンズメインのなんかファッションがもう身についてしまって、ジーズは10本ぐらい持ってますけど、割とこうボーイッシュな感じのファッションが多いと思います。メガネは結構たくさん持ってます。今日はね、このいつもかけてるやつですけど、いろんな色のメガネを持っていて、あのそれこそ TPO に合わせてあの掛け替えてますね。例えばちょっと自分をこう持ち上げたいとき、ハイになりたいときとかは赤い普通のメガネをかけてみたり、今日の気分で変えたり、あとお洋服に合わせたりとかすることが多いですね。あとは撮影のときはこういうメガネがいいなとか、だからあのたくさんメガネは持ってますし、あの常にメガネは買っちゃいます。はい、まあ、私が一番気に入ってるバッグがあるんですけども、それはですね、母が若い時に使っていたシャネルなんです。うん、あのもうだから何十年、35年ぐらい経ってるんじゃないかなと思うんだけど、あの普通のいわゆるシャネルのバッグなんだけど、まあ、それもね、やっぱりもう
古いものなので、いわゆるヴィンテージですけれども、まあ、これぞっていう時に使ったりしますけれども、私の一番のお気に入りの、バッグはシャネルの、母からもらったシャネルのバッグなんですね。そうですね、まあ、人生での中で大事にしてきたこと、例えばですけれども、人生の中で絶対こうチャンスって巡ってくるじゃないですか。あ、これチャンスかもしれないなみたいな。その時にはチャンスという電車が前を通った時には、まず一回乗る、乗ってみる。そして乗ってみて、あ、いいかもしれないと思ったら乗り続ける。でもダメかもしれないと思ったら次の駅で降りる。で、例えばたまには急行電車が通る時もあれば、特急が通る時もあれば、鈍行が通る時もあるんだけど、私はとりあえず乗ってみる。で、乗ってみて試してみる。で、ダメなら諦める。そうじゃなければ乗り続ける。っていうのを人生の中では、すごく大事にしてきましたね。その結果、やはりなんだろうな、チャンスをものにできたものもあれば、試してみたけどダメだったこともあるし、人生の中で一番もったいないのは、見過ごすこと。私の例で言うと、フランス来てみる列車に乗ったんですよ。まずは乗ってみた。で、今も乗ってるわけですね。だからこれは多分フランスに来てみる電車に乗った。で、生活することを試した結果、まだ乗って降りてないわけですよ。ね、だからその電車に乗らなければ今の私はなかったし、私が人生の中でプライベートもその仕事に関しても一番こうなんだろうな、留意して勤めてきたことは、やっぱりチャンスを一回試してみたっていうことかな。私今、まあ、50代の後半なんですね。もう60代が手に届いてくる、っていう年代に入ってきて、やはり20代30代40代50代ってそれぞれやっぱり未来の見方って違うと思うんだけど、今私が見えてる未来っていうのは、まあ、いわゆる老後とかっていうね、くるっとまとめるとそうなんだけど、私はその今までこう人生の中で長くやってきたことの、まあ、集大成というか、まだまだやっぱりできることあるし、この今までの積んできた経験をもとに世の中に役に立てることもあるだろうし、で、そのアートかもしれないし、パンの知識かもしれないし、日本文化もあればフランスの文化も知ってますから、そこを何かこう人の役に立てたりとか、その地球環境じゃないですけど、未来につながるような、そういうこうアクションが、できたらいいな、またそういうことができるような準備も少しずつ始めています。海外出てね、いろんなことやりたいと思ってる方たくさんいると思うんですよね。で、一番大切なことは言語です。まずその国の言葉が喋られないくして成功はできないです。絶対無理。というのも、やはり言葉って文化なんですよね。その国の文化を知ろう、何かビジネスで成功したいっていう時は、その国の人たちとか食文化とか文化とか、そういうものを理解しなければ絶対成功しないですから、私は一番大切なのは言語だと思います。なので、どっかの国に行きたいと思えば、もちろん英語は共通語なのでね、どこの国だって通用するんだけど、まあ、フランスで言えばもちろん英語でも生活はできるけど、やっぱりフランス人とこうフランス文化に浸透していくためにはフランス語が話せないとダメなんですよね。だから私は諦めたくなかったので、本当に勉強しましたし、勉強せずに喋れるようになることってないですから、いれば話せるようになるんだろうってみんな思うかもしれないけど、絶対無理ですから、ちゃんと勉強してほしい。だから海外で何かやりたい、成功したいと思う方は、まずその国の言語を習得してください。フランスに行って本場のパンとフランスの粉を触ってみるべきだよと。本場に来てみるとそうじゃない、私の目にはいい加減に映ってしまって、私はね、決して諦めないっていうのが私の中のマイルール。